し俺だって。サスケ、そろそろ帰ろう。許せサスケ、また今度だ。もしかして楽しようとしてるだけじゃないのか。違うよ、俺も明日から。イタチ、覚悟は決まったのか。必ず蹴りはこの手で。なんだと？明日がどんな日かお前も知っているだろ。何の任務だ。それは言えない、極秘任務だ。それをよく肝に銘じておけ。そして明日の会合には来い。俺が疎ましいか。そんな風には優秀ってのも考えものさ。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。何です、皆さんお揃いで。昨日の会合に出なかった奴が二人いる。わかりました、以後気をつけましょう。昨夜中野川に身投げした内橋止水についてだ。で、我々刑務部隊は全力で捜査に乗り出すことを決定した。捜査？他殺の線がないなら何の捜査ですか。一族のためならどんな任務でも先立ってやる男だった。とりあえずその衣装をお前に預ける。それを持ってお前から暗部にも捜査協力を要請しろ。俺を疑ってるってわけか。俺の気が長いと勝手に判断し鷹をくくるからだ。一族。最近のお前の言動のおかしさは目に余る。お前は一体何を考えて。未だ見る知らぬ者を恐れ憎しむ愚かしきこと。やめろイタチ、いい加減にしろ。高みに近づくと何の話だ。本当の変化とは規制や制約、予感や想像の枠に収まりきっていてはでき。隊長、拘束の命令を。兄さん、もうやめてよ。止水を殺したのは俺じゃないけれど、数々の失言は謝ります。この俺が責任を持って監視する。頼む。わかりました。イタチ、食事ここに置いておくわね。ありがとう母さん。今なんかいたような気が。兄さん、父さんと母さんが。万華鏡シャリンガン。やめて兄さん、そんなの見せないで。どうして。嘘だ、こんなの兄さんじゃない。お前が望むような兄を演じ続けてきたのは、お前は俺を疎ましく思い憎んでいた。この俺を超えることを望み続けていた。最も親しい友、殺すこと。兄さんが止水さんを。そのおかげでこの目を手に入れた。お前が開眼すれば、俺を含め万華鏡シャリンガンを扱う者は三人になる。愚かなる弟よ、この俺を殺したくば恨め、憎め。そのシャリンガン、お前はどこまで見えている。取り流す。もう一度言う。現実。三人目、もう一人のシャリンガンとは、内派一族とは誰だ。一族を皆殺しにしたあのタイミングで、あんたはもう一人の存在を口にした。ちゃんと気づいたか。誰だ。内派マダラだ。内派マダラ。
この葉隠れ創始者の一人。